やあみんな、こんにちは。今日はこれ、ドライブでタウンフォークリフトを紹介するよ。フォークリフトのおもちゃだね。かっこいいね。ドライブでタウンだよ。これはナンバー13フォークリフトで、プルバック走行で走るんだね。箱の裏側を見るとこんな感じだよ。ちびっこギズモでは今までフォークリフトといえばこれしかなかったんだけど、トミカのフォークリフトだよね。ちょっと見てみるよ。よいしょ、こんな感じだよ。トミカのフォークリフトはじゃじゃじゃーん、こんな感じで大きさがね、ちっちゃいんだよね。今回はこれ、大きなフォークリフトのおもちゃだよ。よし、じゃあ早速開封してみるよ。よいしょっと、よいしょ、よいしょ、おお、出た出た、じゃじゃじゃーん、出たよ。かっこいいな。じゃん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 、じゃん、出ました。ドライブタウンっていうのはね、すごくかっこいいね、梱包に入ってるんだよね。こういった感じでピタッとね、きっちり形に当てはまるようになってるね。トミカの方はね、こんな感じなんだけど、さあ2つ並べてみました。トミカと比べると大きさが倍ぐらいだね。そして高さもね、ちょうど倍ぐらいだね。さあこれが真横から見た感じだね。後ろから見たらこんな感じ、反対側から見たらこんな風な感じだね。正面から見たらこんな感じだよ。ここのね、爪のとこがこうして動くんだね。そして上から見たらこんな感じだね。下から見たらこんな感じだよ。ここがね、こういう感じで動くんだよね。こっちから見てもこう動きます。ここのとこがこういう風にね、ガガガガって、ほら、高いとこまで荷物を運べるようになってるんだね。ちなみにトミカのフォークリフトも、ここがこうしてガガガガガって上に上がるんだよね。そしてここは下に下がるよ。で、爪のここもね、こういう感じで動くんだよね。ガガガガ、バッコライバッコライプープープー。フルバック走行なんでね、これバックして、ほら、下下下下下、ブーン。そうだな、運送便屋さんとかで大活躍してるんだよ。あとは工場の中とかでいろんな重たいものを運ぶのにも頑張ってる働く車なんだよ。さあ、そしてここからはセットを変えて、もっとかっこよくフォークリフト君を撮ってみようと思いやってみます。うん、そうだね、この角度もかっこいいな。こっちの角度も非常にかっこいいね。こんな感じだね。さあ、そしてこっちがトミカのフォークリフト君です。うん、トミカのフォークリフト君の方がね、やっぱちょっとリアルにできてるのかな。かっこいいな。こんな感じだよ。うん、2台並べてもすごく様になるね。フォークリフトの親子みたいだね。おーいおーい、アンパンマンアンパンマン、僕に乗ってくれよ。いや、フォークリフト君、こんにちは。本当に乗って遊んでもいいの？いいに決まってるじゃないか、アンパンマン。早く乗ってよ。ありがとう。じゃあ早速乗らせてもらうよ。待て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 、俺様が先に乗るんだ。あ、バイキンマンが来た。なんとか間に合ったぜ、よかったぜ。おいおい、フォークリフト君、俺様が先に乗ってもいいよな。うん、どっちが先に乗ってもいいよ。アンパンマンとバイキンマン、じゃんけんで決めて。あ、じゃあバイキンマン先に乗ってもいいよ。僕は後でもいいんだよ。よしよしよし、やったぜ。よし、俺様がじゃあ一番に乗るぞ。おやおや、なんてこった。カレーパンマン、カレーパンマンがいつの間にか乗ってるじゃないか。わーいわーい、楽しいな楽しいな。ちくしょう、カレーパンマンめ、いつの間にそんなとこに乗ってやがるんだ。ちくしょう。でーん、今日紹介したのはこのフォークリフトのおもちゃ、ドライブでタウンナンバー13だよ。プルバック仕様なんで、こうして後ろに引いて手を離すことで、見て見て見て、ほら見て、こんな感じで動くんだよ。とっても面白いから、ぜひ遊んでみてね。そうだね、バイキンマン。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録お願いね。